スノーマン向かい工事27時間テレビで株爆上げの分けマッサマンポーズ変更での隠し事なしの潔さ7月20日から21日にかけて富士テレビの超大型生放送番組 FNS27 時間テレビ日本一楽しい学園祭が放送されたその大型特番でスノーマンの向かい工事30 ふする人気キャラクターマッサマンは大活躍しただけでなく、気持ちの良いケツさを見せて株が爆上げになっているという。マッサマンは芸能人が本気で考えた。ドッキリ GP 富士テレビ系の客がきっかけで爆誕した。向井が演じる赤いスーツのヒーロー。同局の夏の大型イベント、お台場冒険王2024人気者にアイランド。 7月20から8月25日のメインキャラクターにも抜擢された、今や富士テレビを代表する名物キャラである。アッサマンは27時間テレビでは21日放送のドッキリ GP× 新しい鍵の枠に出演していた。20日朝の目覚まし土曜日にサプライズ出演した際にも話題になっていましたが、27時間テレビ内のドッキリ GP× 新しい鍵では、 マッサマンが名乗る際のポーズがリニューアルされたこと、その理由を正直に明かした向井さんの真摯な対応が注目を集めました。女性誌ライター。マッサマンはマッサマンポーズという、水平にした左手のひらに親指が開いた右手のひらを斜めに沿わせてカタカナのマ、ま、の字を表現するポーズがお約束だった。しかし、20日朝の目覚まし土曜日でポーズのリニューアルが発表された。 両手をグーにして、左手首のあたりに右手を添え、ま、を表現するポーズへと変更されていたのだ。実は以前からマッサマンポーズは、スタートエンターテイメントの後輩グループトラビスジャパンの TJ ポーズを告示していることが、ファンから指摘されていて、プチ炎上していたんです。2月27日、佐久間大介さん、32。 が、グループのインスタライブで、依然丸パクりすぎるだろ、と、向井さんに尋ねたところ、実際に TJ ポーズを見て思いついたと言われた、という裏話をしていたこともありました。テレビでも、向井さんが6月24日放送の特番、ザ・ BET、富士テレビ系に出演した際、ナレーションにポーズが似ていることを紹介されて、出演者から一緒やんパクったでしょ、などと声が飛んだこともありました。全同、 そんな経緯もあり、マッサマンポーズはリニューアルされたのだ。27時間テレビ内のドッキリ g p かける新しい鍵のコーナー内で向井はこの件に触れて、トラビスジャパンのポーズと被っているということで、本家より豪に考えたのが僕ですからね。変えさせていただきました、と変更の理由を正直に明かした。なお、同番組には当事者であるトラジャの松田玄太、 25も出演しており、向井が、これまでありがとね、とお礼を言ったり、松田が、これ、新ポーズいいと思います、とフォローする場面もあった。目覚まし土曜日内でリニューアルされたとしか紹介しなかったように、理由は明言せずにぼかすことだって不可能ではなかったでしょう。しかし、そういった隠し事はなし。変更の理由を本人がしっかりと話した。 この潔さに、改めて向井さんの人柄が評価されているんです。と、放送を受け、X、旧ツイッターでは向井に対しての賞賛の声が続出。コウジがマッサマンポーズのこと明言しててびっくりしたなんか本当に SNS でのオタクの声が届くようになったよね。ポーズ変えた理由を何も包み隠さず、何も濁さずストレートに伝えてくれたことを超おとまえだよ。 マッサマン。ほんといろいろ騒がれる中、さりげなくリニューアルポーズを発表しちゃう向かい工事っていう人間性に惚れてますちゃんと目を通して考えてくれたんやろな。トラジャタンもスノタンも置いていかないように、傷つけないように。といった声が多く寄されている。マッサマンポーズの件とは別に、27時間テレビの生放送での 向井さんのイケメンぶりを再認識する人が多いことも話題になりましたね。マッサマン状態の向井さんはヘルメットで髪の毛が隠れていますが、罰ゲームで放水を受けて水浸しになった際に前髪が垂れ去った結果、忘れがちだけど超イケメンだと視聴者がざわついたんです。他のタレント以上に水浸しになった理由が、小池栄子さん43と若月千夏さん。 40を放水からかばったからという経緯も手伝い、こちらもやはり向井さんの人柄が称賛される形にもなりましたね。以前から向井さんはプロ意識の高さ、3枚目に徹しつつも気遣いは忘れない優しさから好感度が高かったですが、27時間テレビで改めて魅力が伝わる結果となったようです。前室の女性誌ライター。 お台場冒険王では、制作期間約半年のマッサマン像、全長 3.8M が用意されるなど、ますます勢いを増しているマッサマン向かいの存在感。27時間テレビでの誠実な対応で、さらにファンは増えそうだ。上から順にリニューアルされたポーズ、以前のポーズ、元ネタとされるトラビスジャパンの TJ ポーズ。